終身決、えー。今日からですね、えー、皆さんお手持ち持っていただいたでしょうか。終身決という、読んでまいりたいと思います。で、えー、解題をまず読んで、どういうものなのか、イントロダクションです。概論を読んでいきましょう。国訳高麗、高麗国、負傷国士。 終身決ですまあ、昔の昭和の初期の本だったと思いますが「開題終身決一巻は高麗国仏実不祥国史」この人はですね高麗の国で、えー、あのいい国作ろう鎌倉幕府で原稿が来たでしょう。 私はそれ、小学校の時に習って、1192年というのは、頭に、うん、から離れないんですが、えー、ちょうどその前ぐらいの1158年に生まれて、1210年に亡くなったというんです。いい国作ろういて、鎌倉幕府が港物頼朝で、えー、出来上がった頃は1192年で。その後に原稿が来ますからね、えー、そのちょうどその原稿の頃、 人ですねまあ、大変な時代に生まれてき、えー、たようですが、えー、不詳国史の著なりの、えー、作品、まあ、書いたものである国史は朝鮮における禅宗の始祖とも称すべき人にしてこの書説くところ極めて官なりといえどもよく終始の 運を尽くしして余すところなしいわゆるこれはあの日本の人の学者から見た立場のコメントですので、えー、まあ高麗国、まあ、我々は朝鮮半島と言っておりますがんまあ私はいろいろ歴史、まあ、詳しくないですけども高句麗から高麗新羅になってですねでそして あ白木高麗になってで高麗が潰れて、えー、まあ元の国に属しているあるいは白木は唐の国に属している高句麗はいつも隋と喧嘩、まあ、あ領土争いをしていたまあ,あの日本では考えられない島国では考えられないそういうボーダー,ーこの国境での、えー、万里の長城があ、まあ、示すように、うん いつもそういう国境間で今もそうですけどね、えー、結構うるさい朝鮮における朝鮮の国はなかったわけですね高麗には、えー、だけどまあ今の時代の昭和初期の人ですから、まあ、あの植民地も含めて朝鮮の国をまあという感じですね禅宗の始祖。 とも称すべきまあ禅宗は白木から馬祖の五録を読みましたが馬祖、えー、の禅が大体やってきて高麗末期には、えー、方言宗方言宗という,うの方言宗というのは人材相当雲問異業方言この方言という狩野家の方言と同じですね 法律の方に、眼科の癌という、方言種。が、たくさん入ってきてますね。まあ、そういうことで。えー、まあ、一つ一つ。えー、まあ、私も初めて、これ、読むわけですが。まあ、人間の心というのは、あの。この前も言いましたように、シェイクスペアとか、トルストイとか。そういう。有名な。 書物の文章の中から前後を拾おうという試みをしている友人がおりましたけれども静岡にお坊さんですけど臨座所ね人間の言葉というのはあのいろいろ我々理解できませんフランス語とかロシア語とかですねドイツ語とかあだけど彼らも同じ家族があり人生があり恋愛があり別れの悲しみ苦しみ病気がありですね でそういうどこの国もあのお釈迦さんだけが悟ったじゃなくて皆全てが生きとし生けるものはあ涙を流し喜び希望が湧きいろんな形で自分の詩のようなもの音楽のようなものを表現してきたと思います。それを私はあのやっぱりこの時代によって風化しないですね。いつの時代でも 音楽でででもももああるるいいはは小説すでですね感動を与えてくれますこれからも、まあ、私の知っているのは聖書とかそういうお経の本とかそれぐらいで、えーまあ、有名なあそのトルステの本とかですねしっかり読んだシェイクスペアの本を読んだことはありませんが、えーまあ、それは永遠の、えー、残された人類が残した大事な宝物でしょうね。 それは感動の時代にも与えます、まあ、古いからということはないですね。えー、そういう真理というものはあいつの時代でも誰でもが共有できるということで、えー、決して日本人だけが善が分かるとかアジア人だけが善が分かるとか仏教が分かるとかそういうもんじゃないと思いますね。えー、キリストも同じだと思いますこういう,う1158年に生まれた我々帝大伝法を読むのはですね 毎回読んでますが密探証言総額禅寺雲南不岸禅寺紀道地区禅寺紀道地区というのは南方条明の先生でしょ紀道地区までが、えー、そういう中国の人で南方条明は、えー、大王国師であったそれが周法明朝関山栄元と、うん、あ大徳寺そして明神寺の解散に移っていくわけですねちょうどその頃です、えー、だからその頃に 軌道軸がその後、えー、証言総額雲南腐願軌道軸」と言いますから密探関決が年代見たら1118年に生まれて1186年に亡くなっている密探関決が死んだ頃に、えー、今のこれから読む「不祥国史は朝鮮の国まあ高来の国で、えー、おぎゃーと生まれた時が中国の、うん 宗の時代でしたかね、えー、もう元の時代になってるんですかね、えー、1186年30歳ぐらいやったというんです30歳ぐらいのおっさんが、えー、中国のところで密探完結前治がいらっしゃったしその時に、えー、高麗の国でおぎゃーっと生まれてきたのがあ不肖国史であったとそういうことで、えー、今からですね800年900年ほど前の人です。 読んでいきましょう。3行目。伝を案ずるに、死、意味名は、とつ。韓国語では、ちぬると言います。窒塗。不祥国知は、ポじジョ、ポじジョ、ぬると言いますね。不祥国知は、ポジョククサと言います。ポジョク,クサ。まあ似てるでしょ。ポジョク,クサで。意味名は、とつ、ちぬる。とつというのは、ぬると言いますね。 継承どこかな今の,あの随分、随行軍ってあるんですよ随行軍随行軍がですねあのー、なんやグーグルマップグーグルアースかなんかあれでしょ今それで漢字を入れたらバー出てきた、ね、台湾とかいろいろあるんですよ名前がですね、あのー、こういう地名はアジアにたくさんあるみたいですがであの朝鮮半島の 見たら出てきました。あの写真もあるんですね。あの小さな村でした。どこにあるか言ったら、あの、平壌。私も行ったことはありませんけども、平壌のちょうど南の方です。えー、そういうところです。ケ、ケ、ケソンというところと平壌というところの間ぐらいが、に生まれた、京成同州の人なり。かつて自ら、 牧牛脂と合肢。えー、まあ、牛を、牧場の牧ですから、えー、まあ、重牛図前やったんですね。えー、牛図で、えー、この、この、牛を、牛がやっぱ動力ですから、えー、それをいつも世話する。というのが、まあ、日常生活にあったんでしょう。属性は低差。 あのこのテイさん、チョンさんといいますが、無門館をあの編集した人もテイという人です。無門外科医、これ、テイという人ですね。この,こ,の、えー、これから読む、不、え、詳、ー、は韓国で生まれていますが、無門館の,あの、えー、編纂者は、えー、中国の人ですね。まあ、中国の姓が多いです。で生まれて多病なり 父公武官って言の言の言いますね普通仏に祈るまあどこでも祈りますね当然まあ父公武仏に祈る病気ばっかりしてたからですねついでそれで治った年8歳にして宗教の早期禅師に投じて得度するまあその時にもう宗教宗という表現だったのでしょうか。 まあ日本のこのコメントを書いた人は宗慶集だから宗慶とやったのか宗慶というのは六祖猿翁の宗慶集です猿の禅寺南岳猿城馬祖同一といきますね宗慶猿翁の禅が白木にもついてきます宗慶猿翁のそのままの弟子がですね孫弟子ぐらいが白木の九三、えー、という禅が広がっていきます九つの流派に まあ、総計という表現が出てきました。総計の早期前時に投じて得度した8歳に。まあどういう事情でなんでこんな8歳ぐらいにね、得度したか分かりませんが、まあその時の占いしか、もうこの子はもうあの出家ささな長生きできへんでとか、こう言われたかも分かりませんね。えー、まあいずれにしましても仏縁があってですね、盆栽になった。まあ私みたいな盆栽の感覚じゃないですね。 まあ家を離れ、国を離れるぐらいの気持ちです。ねえー、もちろん結婚もできませんしね、まあ。まあね、そういう厳しい決断の下で8歳にして盆歳になった。額に上司なし、しかも四季、長まあ飛び抜けている、軍を雇ゆう、まあ秀才やったというんです。まあね、後から。 有名人だったらそういういうに言われますけどね年25にして巨僧の線にあたりちょうどこの頃はですね一時はですねあの儒教というかうそういうものが中止になって下挙制度の中の、えー、僧侶の試験が中止されてたようにも聞いてます。 えー、これが当たって、1000、えー、に当たり、まあ、こういう合格しているわけです。また、南遊して、まあ、南の南遊いても小さな島国、や島半島の国ですからね、えー、将兵、チャンピオンというところですが、私も行ったことないです。制限時、あると思います。に至り、尺をとどむ、そこで修行したと。一日学寮において もちろん盆栽というのは全寮制です、えー、家族持ちませんからねであの働く、ま、例えば国から保障してくれますからね学寮において六祖断経を読み看護するところあり六経ですまあ私も23回読みましたけどまたもう一っ、うん、腰据えて読んでみたいと思います、うん 六祖断教を読み、ちょっと悟ったところがあった。これより、心に命理をいとり、まあ、こ,このとこからですね、山林に生息せんことを恋願う。まあ、ここら辺が私の感覚とは違う。まあ、私はコメント言うほどの立場じゃありませんが、えー、山林に生息する。これはですね、まだ若いのに25、五6でしょ。ねえ、あの、 そういう雰囲気だったんでしょうかね。あの、盆栽になったら、山で静かに千人みたいな生活する。今、あの、中国の語録見た多いですね、えー。そうじゃない。これからは、本当に自分が、この人間性に目覚めたら、あの、怖がらなくてもいい。ね、宮沢健治と同じようにですね、あの、一緒に、あの、悩み、一緒に解決していこうと。 まあ医療従事者、まあまあ、これからワクチンが始まるということですが、まあ、あの過労で亡くなった人もいたようですね。まあ、大変だと思います。みんなですね。みんな一生懸命、世の中のために自分の仕事をやっている。うん、それでいいと思いますね。えー、まあ、くたくたになってもいいからあ、そのパワーがある限りはですね、仕事、商売、勉強、おそれは全て世の中の 血液の循環みたいに回っていくし、えー、世の中の人に役立っていると私は思いますねなんか山の中に入る、うん、ちょっとこの人そのそんなことかなと思いましたがまあ読んでみたらわかると思います大乗25年これ年後ちょっと調べてません加賀山に遊び不門寺に偶して大蔵経を読み昭和2年に至り地理山 まあ私は地理山と言いますが、地理山に登り、これ地理山は全羅道の、あの、京州、あるいは、あるいは地理山というのは、えー、京商道、京商道と全羅道の間の山です。私もい行ったことあります。うん、まあ、完全には行ってませんけどね、地理山。あれが地理山かとかね、ちょっと行ったこともありますが、無重湾に隠る、無重湾にあ住んだ。 隠れるという表現はどうもね、俗世間から隠れるというイメージで、どうもあの、仏教がなんか暗いイメージなのはそういう表現を使うからでしょうかね。隠れたり、あの、千人のような生活ではダメですね。うん。それは何か、一時期100日間とか、そういう気持ちだったらいいですけども、なんかそういう気がします。 うんよくあの、5、6、4に出ましたら、そのお尚さんは、おた樽から一歩も門から出たことがないとかね。ええー、と思うんですよね。どこも行かなかったの言って。信じられないですね。で境地の友弱、境地の、自分の心境ですかね、友弱、こういうイメージわかりますね。天下にこうたり。 素晴らしい境地が、現有、若年不動、あるいは有限というイメージでしょうか。真に、誠に安全の住所なり。まあ、まあ、昭和初期のこれね、このコメントですが、善はですね、案ずるというのは、素晴らしい人間性に目覚めた、そういうところの お住まいであったという表現は私は理解できない。というのは無重案に隠れたという表現もさっき言いましたがお寺によってもこれからはまあこうしてあのお母さんのおかげで YouTube とか、まあ、見る人がいなくてもですね一応あのパート全部を発信しているというあるいはまあ見たい時には縁があったらもう一遍ごみ見れることができる。 そういう時代がありました。だから今はですね、えー、どういうメッセージをみんなが出すかということです。それを共有するかということですね。それを一緒になって、えー、それを、世界を、世の中を作っていくというふうに思います。えー、まあ、こういう時代は何もできなかったと思いますが、この人はずっとお寺にも引っ込んでたという感じです。安全の住所なり、ここにおいてもっぱら内観を修正。 内観というのは内観の方ですね。座禅をしてきた。一日、大英不覚禅寺、大栄書ですね。の五六、大栄書というやつ。あの大安、大英あの大栄書というやつあります。これ一遍読みましょうかね。読み、骨念として、甲栄あり。まあ、ここも悟ったというんです。だから今の総慶衆はあの、この人を、 す、えー、する人もいますだからこの人には先生がいないこの、えー、悟ったという,うことですが、えー、この証明証明を受けてないこの人は、えー、だからこの人が経営図がないわけですよ。どうかあの 親がわからないわけですよ。ね。えー、まあ、そういうことですが、だけどこの人のもとに集まった若者の弟子たちがいっぱい集まって、その弟子がまた優秀で、道元禅師は、あの、女上禅師から証明書みたいなもらってるでしょ。外国のお坊さんからもらいますね。ところがこの人は、みんなで頑張ろうぜって、あの、今、 仏教は廃れとるから、我々一生懸命頑張ろうぜって言って、みんなで集めて、そして集まった弟子がまた優秀で、またその優秀で、16人の理長時代に国士が生まれた。国士というのは国のトップのですね、首相クラスのお坊さんですね、一流の。だからこの人は実力があったわけですね。だからパワーがある。だけど師匠はいない。師匠は六祖団教、大栄章、金剛教、 こううで,すね、ではいまだに朝鮮のこの韓国の仏教はあきちっとやっている専門道場は、えー、大英書を読まします大英大,大英禅寺ですね神南禅を広めた人ですあ公安禅を広めた人でしたで説明独創断教を読ましますそして金剛教般若教を読ましますねまあそういう こことがのの人の影響ですね,ね次読んでいきましょう。えー「骨年として海外より思考しよりえげいよいよ高く宗の起業するところとなる」「5年京昭光山吉祥寺に移し禅を修士道を断ずること11年」「もっぱら仏律によって暗号する」「やっぱり11年間あの仏仏教の戒律によって 折ったというんです。だからまあそういう時代の人でしょう。で昇降山私行きました二 2, 2度3度も,もっと行ったかな松悟さという昇降山というこの時は吉祥寺の吉三さといいますが、えー、まあ立派なもんですよ。えー、まあその、えー、今松降寺といいます松の広いという寺ですね。えーそして 混合教を受精指名。ここに、人に勧めて、混合教今でもそうですね。あ、8、すみましたこれ読んでしまいましょう。ざっと読んでも、六祖断経、大英五六等を講じて、収容を発揮する。故に、全額、打つとして、まあ、うっそうとして、盛んに起こる。だからこれは、六祖断経、そして大英五六、そして混合教この三本柱。で、 まず、この人の教えのとおりですね、えー、やっていきたいと思います。次のページ。の、白雲少女積水案、積水ハウスの積水がこの字です。随石山の警部乱舎、祖月案等は皆死の作るところにして、往来、修繕の地なりと。 まあたくさんですね私なんか一つもお寺作ったことはありませんがその時のスポンサーにのはすごいんでしょうね。え主、ー、情これはまあ国王ですね天皇みたいなもんです深くその徳を重んじて改めて総計山修繕修繕者と合せしめだからその時の王様があの総計山修繕者と 名乗ったといや名名名前を付けてくれたと。あなるほど。あまあ、高麗寺は、まあ、前の御所が作りましたから。と合せしめ親しく大望をそし,して賜う、まあ、天皇陛下みたいな国王が変えてくれたと。ついでまた上下者上下総集ですね座禅の禅城と知恵の知恵を立て上下結社文を扇す。 けだし、この結社文も日本語で訳されてます。い訳されてないか。けだし、諸子を償うなり、後に同性の者のあり、すなわち聴取を受けて修繕者と改む。ここら辺ちょっとわかりません。何かあったんでしょう。修繕会というのはあります。覚えてください。名は異なりといえども、義は一なり。まあ、まあね、意味は同じ。死の志、上映にあること、核のごとし。 禅定をして、そして知恵。おはようございます。ありがとうございます。言える人間になったかなか。座禅だけしてたら飽きませんね。座禅して、おお、俺は千人みたいに悟ったと。これは飽きませんね。一緒に働く。ね、一緒に、えー、掃除する、えー。一緒に笑って泣く、ね。それでいいと思います。別に酒一緒に飲むのが A ええじゃない気がするね。それも A のうちでしょう。<laughs> ね、あること。ね、あの、あること、書くのことし。大安 2年2月、法演を設け、社衆に告げて曰く、我重生久しからず、おのおの努力すべし、もうわし、先長いことないから、みんな精進してね、頑張ってねと、3月20日、ちょっと病気になった、27日に、えー、では歩いて前、前方堂、八頭に行ったわけですね、本堂に行った。 でなんかそういう懲戒みたいなことをした心臓というのはあの肖像上るということです、えー、祝、まあ一番トップのお尚さんやったんですね、えー、無門老士もいつもこう上の方に上がってなんかそうしてましたけども門戸終わって城に越して動かず、えー、白年として弱すもうそれでガクッと死んだんですよね えー、首相、これも先、国王ですね、これを聞き送りなして、仏事実、不祥国士とまい党を官老党という、ねえー、そして、えー、世五53、若いですね、53で診断です。あの道元禅師も53ぐらいでしょう。ね四43でしたかね、道元禅師も,ものすごい若かったと思います。だから、あの座禅したから長生きできるというわけじゃないんですね。 あの寿命とも言いましょう、えー「放浪36」だから8歳の時にやったから368歳44またその後得度してからですかね平成の著述に結社文浄土法庫果樹と各のの一貫あり収支を発揚して収支を立ち上げて皆、えー、見,見るべきものあり し朝鮮の禅宗は高麗の中世以後宗慶宗と少子不祥以後この不祥以後神格国史この弟子ですね遠冠国史無学禅師のごとき抜群の僧をいらしたるはいつに仏日不祥国史の予徳なりとまあこういうことですまあこういう本を、えー、まあ女の一部終身決を読んでいきたいと思います。 ええー、早くてお話しさせていただきました。じゃ、粛清願もいきましょう。